はい、いつも Ken2 チャンネルをご覧いただきありがとうございます。動画再生時間もですね、4000時間を超えることができました。パフ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 、ありがとうございます。しかしですね、チャンネル登録者が、少々足りない状況でございます。悩んでいます。現在ですね、何人だったかな、300、340人となっております。それでもすごい伸びましたね。ありがとうございます。ということで、チャンネル登録をもうちょっとですね、頑張りたいと思いますので、頑張りたいっていうか、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、これからもたくさん動画アップしていきますので、チャンネル登録お願いします。でですね、本日、うん、取り付ける、うん、パーツをご紹介したいと思います。はい、本日取り付けるパーツはですね、また買ったの。え、また買ったの。これは仕方ないんだよ、これ買わないとダメなんだよ。はい、何になる、こちらとなっております。はい、私がですね、今まで乗っていた初代ベゼルなんですけれども、うん、車速に連動して、パーキングに入れた時、ドアロックをしたり解除したりの機能がありました。しかしですね、この2代目ベゼルにはその機能がありません。走ってたらある程度の速度が出た時に勝手にロックがかかる、はい、ことを言ってる。はい、それがないんだって。はい、でパーキング入れても、ドアロック解除がありません。はい、安全のためにしないってこと。いや、安全のためらしいんだけどな。でもそれってロックして走ってても事故した時でも一緒じゃない。だからよくわかんないんだけど、うん、だからなぜなくなったかっていう話なんだけども、めんどくさかったんじゃない。違うわバカタレ。事故を起こした時にドアロックされていると救出ができないから、うん、ということで、だからドアロックせずに走るの方がいいってこと。しろん。でもそのそれが理由で機能がなくなってるらしいんですよ。うん、でもね、うん、今までは自動でドアロックがされていたので気にすることもなかったけども、うん、走行時に同乗者がドアを開けてしまわないとは限らないから、そう考えると自動でのドアロックは必要かと思うんだけどもね、うん、子供とかね、うん、そうそう。今回はエンラージ障子の、このパーツを購入してみました。あ、暗いね。暗い、うん、はい、まあまあこんな感じのパーツを購入してみました。で、価格はですね、5980円となっております。で、ハザードありとなしの分があって、ハザードありの場合は、内張りを、車の内張りとかを外さなきゃならないんで、ハザードなしの分にしました。はい、でネットで検索してみると、なんか不具合があるっていう書き込みもあって、死ぬほど見たからね。うん、で、装着すると、ウォッシャー液が出ないとか、クラクションが鳴らないとか、不具合があるっていう書き込みがあったので、でもそんなお前書き込みさ、そのまま本当だったら、えらいことになるじゃん。何、うん、ということで問い合わせしてみました。すごい性格。違うわ。ちゃんと問い合わせしないと、6000円近いんだと思うよ、これ。で、問い合わせしました。うんうん、で、したんだ。これらの事象については大丈夫ですか、うん、と問い合わせしたところ、うん、返事が返ってきまして、うん、はい、大丈夫ですとのことでした。それ大丈夫としか言わんやろ。いや、ダメだったらお前炎上するで。俺の性格からしたら。いや、だって皆さんにお届けしていくのに、これ。そうだね。そうだろ。ということで、今からですね、話ちょっと戻るんだけどさ、戻らないでください。そのさ、車買った時にさ、うん、いやいや、オプションでそういう、ないです。ないんだ。ない。だから、もう自分でやるしかないってこと？そうそう。だから、車、まあ、トヨタだろうが、ホンダだろうが、どこだろうが、多分、もうないんだろうな。そういう機能はつけないんだろうね。でも、法律ではないとは思うから、別につけてもいいんじゃないかなと思うけどね。はい。ということで、今からつけていきたいと思います。できる機能としてはですね、見えてる？見えないかもしれない。マジ見えるかな、あの見えるんちゃう、あ、今いいよ、はい、できる機能としては、うん、ドアロック、ドライブに入れた時とか、
時速15キロになった時とか、うん、でエンジンオフの時とか、パーキング入れた時とか、うん、でなんかいろいろあるんだけども、うん、ハザード機能なしのバージョン、今回買ったやつは3と5は設定できませんということでした。設定機能はございません。まあ時速15キロとパーキング入れた時、うん、まあドアロックと解除、その機能があればいいだけなんで、そうね、は今から取り付けていきたいと思います。はい、なんかここにディップスイッチがあって、そのスイッチの、上下によって、これらの機能が使えるようになるということでした。はい、不具合に関しては対応しているということだったので、それを信じて取り付けてみたいと思います。もしも全然ダメだったらめっちゃ炎上すると思いますのでよろしくお願いします。車がそうなってきてるからこういうのも売ってるってことだな、全然知らんかったわ。そうだろ、だって前の車だったら勝手になるんだからいらないよこれ。そうやね、そうだろということで。しかもさ、めっちゃ昔の車はなかったやん当然。そんなんさ、子供の頃にさ、新しい車来た時に、こんな機能あるんやと思ったの覚えてるけど、うん、ということで今から装着していきましょう。うん、まあ、ここの車、あ、ここの車じゃない、この会社は京都の会社なんだけども、うん、走行時にナビを触れるようにしたり、走行時テレビを見れるようにとかいう部品も売ってるので、もしかするとゆくゆくはそれを取り付けるかもしれません。それは売っていいんやね。うん、売っていいね。ディーラーでも売ってるところがあるらしい。はい、ということで今からつけていきます。はい、それでは取り付けていきますね。まずそんな上か、これを引っ込む、見えてるかな、見えてない、上すぎるね、マジ。まあもうそれはしゃあない、そんな上なんだ、全然見えない。あ、抜けた。抜けた。で、これを、これをなんて、これを、大丈夫だよ、懐中電灯。これをここにはめろってことやな。うん、A とか B とか分かってる？分かってる。うん、あ、分かってない。違う。大事ですよ、それ。これこっちか。書いてるの？ A とか B。A、B 書いてる。こっちやな。あ、こっちや。大丈夫です。はまるものしかはまらない。そうなの、うん、で、これを、これでも線的に、ああ、そこ止めてんのか。近いな。曲げるしかないのか。これを。どこだっけ？ここか。この懐中電灯すごいね。あれ、はまらないんちゃう？はまるんか。間違えた？間違えてない。はまるもんしかはまらないから。はまるよ。よいしょ。行けた？はい。はい、行けました。もう終わったの？はい、行けました。抜けないだろ。はい、行けました。これでやってみます。以上です。映して、そこ映したら、はい、映ってるじゃろ。こんな感じでここに入れました。めっちゃ入れしてるやん。以上です。はい、それではテストしてみます。行きますよ、ゴー。かかった、かかりました。で、次は、パーキング入れます。はい、パチ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 、成功となりました。皆さん、すごい簡単にできる、思ったより簡単にできた。簡単な、うん、はい、何円？6000円弱。6000円弱だけど、はい、皆さん、よければエンラージ商事の、製品となりますので、うん、私の場合はハザードなしのタイプなんで、うん、さっきのコネクターですね、足元のコネクターのところに挿すだけでできるようになりました。はい、では本日は以上となります。この動画が良かったら
グッドボタン&チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、では次のまた動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。週末のスイーツシリーズも見てね。うるさいわ。はい、じゃあね、はい。